さあやってまいりました、豪商ブラックスボリューム49。この番組はプロ野球独立リーグの一つであるルートイン BC リーグに所属するオセアシガブラックスをファン目線で応援する番組です。はい、メインパーソナリティを務めます、オセアシガブラックス応援プロジェクトブラックキャンプのヤモです。はい、富山県出身野球大好き声優の小川秀和です。エヴァの新、劇場版が公開されまして、ネタバレを避けるためにツイッター覗くのがちょっと怖くなっている今日この頃、皆さんいかがお過ごしですか？僕はもう見てきました。はい、僕も見てきました。というか僕が見たいから道連れにしたっていう話ですね。エヴァのね。はい、そうです。はい。いや、非常に良かったですね。いや、だけどね、楽しめましたね。ね、楽しめましたけども、はい、我々にとってはやっぱり一番の楽しみというか、我々っていうか僕かな、にとっての一番の楽しみというのはですね、やっぱりこのシガーブラックス、はい、に関することで、うん、まあ、それをね、皆さんにね、やっぱりちょっとこの間行動自主トレ現場たくさん行かせていただいてですね、はいはいはい、そこでなんかいろいろ話を聞いたことを発信していこうかなと思うんですけれども、はい、ね、この前球場に行ったらですね、まあ声かけられまして、はいはい、ヤモさん、ヤモさんと、ぜひ僕の話を聞いてくれというところで声をかけられまして、はいはい、こちらの写真の方からお声かけいただいたんですよ。はい、ね、この方ご存知ですか？うちの実家のすぐ近くにあるパン屋さんのベーカリーの大将いや、ベーカリーバウムのいや、それはすごい偶然やね。僕が彦根行ってベーカリーバウムのご主人がいらっしゃったっていうのはなかなかすごいことやと思うけれども、残念ながら不正解です。ベーカリーバームのご主人ではございません。美味しいパンは焼いてくれそうな感じの外見はされてますけれども、残念ながら違うのか。違います。こちら、シガブラックスのですね、コンディショニングコーチの、西山さんでございます。おう、うん、実はなんですけれども、もうチームに関わっていただいて、はい、もう3年目というところで、僕も本当にお話しするのは実は初めてだって、いや、ずっとなんかこう選手たちに、はい、まあ明るくですね接して、例えば最初アップの時のなんかもも上げだとか、なんかそういったなんか柔軟しながらのなんかこういう、はいはい、トレーニングメニューだとかそういうのをね指導されてるのを横目では見てはいたんですけれども、はい、あれですか、ちょっと前に柳川監督とか、はい、が映ってらっしゃった合同自主トレの様子の中で、投手陣になんか指導されてたりした方とは。そうです、一緒。そうです、そうです、そういうことです。あ、その方なんですね。はい、そうです、そうです、そうです、ははは、そうです、そうです。いや、本当にね、その方から声かけていただいて、山本さんと豪商ブラックスいつも見てますと、ありがたい、ありがたい話ですよ。本当にもうなんか業界視聴率がめちゃくちゃ高いなっていうところで、うん、業界ごく狭い業界ですけど、業界視聴率がすごい高くて、で、まあ、西山さん曰くですね、はい、この前のやつ見ましたよと、で注目の選手はという時にね、まあ、山さんと小川さんは2人とも野手の名前しか挙げていなかったと。いや、今年は投手も見てほしいから、ぜひとも投手を見てくれというところでお話をいただいてですね、まあ、それでじゃあだけどほらブルペンって室内なんですよね、はい、だから見れないじゃないですかって、はいはいはい、まあ、外にブルペン一つだけあるんだけど、それしか見れないじゃないですかって、そしたらもうぜひブルペン入ってみてくださいというところ。潜入だ、潜入、大潜入というところで、ね、今日はブルペンに大潜入して、その様子をですね、はい、まあ、皆さんにお伝えしたいかなと思います。その前にちょっと西山コーチのインタビューも含めて、はい、ブルペンの様子をご覧ください。どうぞ。今日はコンディショニングコーチの西山さんに、ちょっとお話を伺おうとしています、はい、コンディショニングコーチというとお仕事ってどういうお仕事になるんですか？基本的には選手が、ベストのパフォーマンスで、プレーできるように、フィジカル面を整えるという役割の仕事になります。なるほど。これ毎日練習の中で本当に選手たくさんこの筋トレだとかウォーミングアップやってると思うんですけど、ウォーミングアップどんくらい時間やってるんですか？シーズンによって変わりますが、今こういう時期ですと大体60分前後使って、
行うような感じです。ウォーミングアップが60分、 それで体幹トレーニングとかもありますよね。体幹とかだったらどれくらいやってるんですか？そうですね、今、チーム全体としては、時間をと特別取ったりということはないんですけども、まあ、投手に関しては、60分程度はすごいですね、はい、行ってます、ね、そういったところのプログラムも考えていただいているというところですね。そうですね、はい、まあ、投手を結構中心にということなんですけれども、なんかこの投手ちょっと見てほしいなとか注目してほしいなって投手いますか？そうですね、私的には岡野投手を。岡野投手、はい、なるほど。パラフレックスか社会人でというところで、どういった感じのピッチャーですか岡野投手？そうですね、まあ力強さというよりも使い勝手がいいというか、そういった部分で、チームからは安定した使い方が期待できるようなピッチャーなんじゃないかなと思います。安定したということは、例えば連投だとか多投に耐えられる体があるとか、そういったところになってますか？そうですね、やはりトレーニングを課しててもスタミナが一番、私としては印象的なので、その部分で、連投多投にも対応しうるんじゃないかなというふうに思ってます。わかりました。そしたら今日は西山さんのちょっと気になると言ってたちょっと岡野選手に、ちょっとフィーチャーして見ていきたいと思います。選手たち、はい、今頑張ってピッチャーはノックですね。そうですね、受けてますね。今日も投げてるみたいなピッチャーになったら面白いですね。毎日投げてるっていうのは。はい、いやもうついにブルペンまで我々豪商フラックス。貴重な映像じゃないですか。いや来ましたよいや僕も緊張しました。だってね、真剣に投げ込んでる、まあ、聖域ですからね。いやそうなんですよ、もうあそこであんな勢いある球バスンバスン投げられたら、いやマジでなんかの加減でなんかこっちの方に球来たりとかしたら大丈夫かな。まあ、まあそれはそれにね、絵的に話的には美味しいんやけど、ね、来ないでしょうよ。いやでも以前ね、注目選手僕ら挙げてたじゃないですか、はいはいはい、でその中で確かに僕は野手しか挙げなかったのを覚えてるんですよ。いや僕も野手しか挙げへんかったいや僕は山本さんが投手を挙げてくれるやろ、俺が野手を挙げたいから投手に振ってくれるやろと思ってたんですけど人のせいにしてるやけどいや、だ先に僕聞かれたからバランス取ってくれるんやろなって思ったんです言い訳をするならば。いやでも実際名前がね今回インタビューの中でも上がってたわけじゃないですか。そうね、西山岡野投手、そう岡野に関してはやっぱもうこの変則の左腕というところでまあおそらく使いどころは中継ぎだろうというところで、もう本当に、はいはい、滋賀ブラックス投手事情でね、やっぱりそうチーム状態良かった時って言っても、はい、まあ、シーズンね、なんだろう、3割が最高記録ですけれども、あ、まあ、自虐はちょっと置いといて、だけどやっぱり良かった時ってやっぱ後ろがしっかりしてるっていう傾向があったんで、 やっぱりこの投手に任せられるっていうピッチャー岡野投手になってもらいたいなとも思いますし、またですね、菅原投手ですね、いや彼はほんまにすごいですよ。
いや本当にコントロールめちゃくちゃ良くてですね、もうバスンバスンとキャッチャー構えたところに投げるし、でね、古谷に関してもなんかすごいこういろんな球に、僕がたまたまブルペンで見てる時にはこれをこの球この、合同自主トレーナーが練習したいんだみたいな感じのことをあのキャッチャーに相談しながら投げてる様子だとか、あとはですね、まあ吉村投手に関してもですね、これも、まあ、本当に若い、大卒、そうですね、大卒1年目 の、 あのピッチャーですから、まあ、そのアンダー、ね、右のアンダーというところで、まあ、その希少性の高い、ね、選手として、頑張ってもらいたいなというところで、いやもうすごい貴重な経験させてもらったんで、もう報道陣、いいでしょう。 だけどこれをちゃんと皆さんにね独り占めするんじゃなくて、やっぱ発信していくのは僕の仕事だと思ってるので、はいはいはい、で、もう一つ今回ブルペンに入って、はい、いやすごい発見があったんですよ。おどの投手ですか？いやこれがねピッチャーじゃないんですよ。ほう、キャッチャーです。キャッチャーの、そう、はい、そうブルペンなんで受けるじゃないですかピッチャーの球、はい、で長谷川勝則選手、はい、高卒1年目近江高校出身、はいはい、ね、いや彼のキャッチング、まあ、さっきの、ね、あの菅原投手の球を受けてたのが彼なんですけども、本当にもうバスンバスンと来たところに綺麗に止めるんで、ね、菅原投手をして、ね、あこの投げてて気持ちいいと言ってたんですよね。うまいねキャッチングと言ってた、そのキャッチングの映像、ね、見てみたいでしょ。見たいです。ちゃんと撮ってきてますよ、ね、さすがさすがさすがって自分で言うなって話ですけども、さすが。さあそしたら長谷川投手、あ長谷川キャッチャーの長谷川選手のキャッチングも見てみましょう。よし、あーナイスボールです。どうですか？いやいい選手になると思いますね。いやだけど本当にね高卒1年目とは思えない、ね、グラブさばきっていうところで、うん、本当いい選手に育ってもらいたいなって。またそれがね、まあ、今シーズン、いやまだだって合同自主トレですから、こっからさらに伸びていくんですよね。今さっき紹介したピッチャーも、まあ、そして、ね、キャッチャーの皆さんももちろん野手だってこの裏でですねバッティング練習とかも、うん、とか守備練習頑張ってるわけなんで、もっと伸びていくと思うんで、まあ、それに3月10日にはもうキャンプインですよ。はいはい、もうすぐじゃないですか。そうですよ、もうこの動画が公開される頃にはもうキャンプ始まって、もう間もなくもうオープン戦実戦が始まっていくわけですよ。でその実戦の日程に関しても、もう球団からは発表がされてます。はいはいはい、されてますね、はい、されてますんで、ここにあの今ね画面に出しておきますんで、はい、皆さんお誘い合わせの上伸びゆくチームをね一緒に応援していきましょう、ね、いやーそうか、もうそんな時期か。そうやねんな、もうそんな時期やねんね。あっという間だな。あっという間です。いやでもあっという間だったのはいいことだな。まあそうですね。ね、オフシーズンがまあいろいろあったけど、まあこうやってまた新しいチームで頑張っていく姿、うん、楽しんでいきましょう。さあそれでは次は紅白戦もしくはオープン戦の予想を伝えていきたいと思います。さあそれでは実戦形式に移っても、ゴーショーブラー。